はい、ゴルフ前ようこそということで、上海バスケ SKP 活動をお届けしたいと思います。バスケ実況中継でございます。今回は未経験者対経験者という、おっと、そんなこと言ってる間にそうちゃん決める、つうかね、そうちゃんが日本に帰任になってしまうというね、残念なお知らせなんですけども、なので是が非とも未経験者チームで、ちょっとそうちゃんが上海いる間に勝ちたいなと思ったら、なんと1試合目に勝ってしまいましてそれをね、本当はお届けしたかったんですけど、まあ、よくアウトゴロをブロックされる、よくあるんですけど、撮影してるスマホが倒れるっていうね、マジでありえない。おっと、見切れてましたけど、佐藤キャップ、スリーポイント、まあ、3×3 なんてね、2点なんですけど、2対1、経験者、対経験者、おっと、角さん決める、2対2、お、いい流れじゃないですか。まあ、そんなんでね、ちょっと、そうちゃんとは居残り練習とかしてた中な、おっと、決める。2対3、未経験者チーム1点ビハインド。なんでね、せめてそうちゃんがいる間に未経験者チームでなんとか勝っていきたいと思っているゴロでございます。そんなゴロをシュッと外すという。いやー、でもね、ほんとこのチーム作って、ほんとにもうみんなに感謝してますけども、最初6人でね、やったチームがなんと、今や日本人、中国人合わせて25、5、6人になるっていうね。おっと、そんなこと言ったらゴロは決まらずね。そう、まあしょうがないんですけども、海外で仕事してるんでね、やっぱみんな、おっと、水野さんなんか最近動きが軽いそう、話を巻き戻すとですよ、みんな帰ってちゃうんですよね。つうか俺も帰ってないですけどね、もはや帰れねえっていう噂もありますけど、そうこういうお別れのタイミングが来ちゃうっていうのがね、まさかそうちゃんが来るとは思ってなかったんですけどね、もう残念とか言ってもしょうがないんで、勝ってね、笑ってお別れをしたいと思ってる頃でございますけども、1試合目勝ったんですけどね。さあ2対4、いやー、でもね、ちょっとやっぱ同じチームの人が、まあまあ日本なんで近いんでね。おっと、そんなこと言ってる間にゴロを決めたナイスシュー。まあちょっと寂しいっすよね、やっぱね、正直。だからコロナのこの騒動が終わったら、別にもう会社の仕事がどうでもいいんで、日本、まあその他海外含めて上海で出会った人に会いに行くツアーっていうのをやりたいですね。なんか普通に会いたい。で、あわよくばそれを YouTube で撮って、バズりたい。それ冗談ですけどね。そんなこと言う、切磋琢磨してたそうちゃんが帰っちゃうということでね、僕も今回はマジで気合い、今回は、ね、毎回気合入れてるつもりなんですけど、今回は気合入れてましたよ。普段あまりやらないディフェンスもね、結構頑張ってました。で、水本さん動きが軽い。あー、キャップ、危ね。キャップ、あー、アレック。もうね、アレックとか多分。お、ゴロ。おーっと、ゴロ決める4対5。あ、なかなかの接戦ですね。ゲーム実況というより、なんか最近のみんなのいろんなことを実況中継してる感じであります。アレクは、つうかね、中国人メンバーの方は、まあ、素性をあんまり知らないんですよね、正直。で、今決めたアレクとかは、多分、どっかの皇族の人だと思うんです。めちゃくちゃ性格良さそうだし、なんか、ってないのね、僕みたいにいろんな、おっと、お名前すいません、ごめんなさい、わかんないんですけど、前回から参加してくれてる方、めちゃくちゃうまい。
おっと、影さんゴール下決める。5対7いい勝負。え、すいません、雑音入ってしまいました。おっと、影さん決めて、6対7ということで接戦で負けました。残念。惜しかった。